豊系五寸、黒田五寸、すごいね。これはもうここに来て8年経ちました。こういうね、黒田五寸でね、このフィトパワージュースの、まあね、ほとんどのこの色は人参から来てますよ。そして人参葉と、それから人参の、このそのものとタイムのふりかけですね。いやー、人参できてるかどうか、よいしょ、抜きました。すごいホクホク、すごいよね。ほら、土を絡めている。これはさ、栄養があるってことなんやね。それから根がね、側根がね、ミネラルをいっぱいふんだんに取ってるっていうこと。これが、黒田五寸の人参ですわ。いいね、みんな。大根畑、おっ、大きい。いくぞ、せーの、おっ、おっ、うおー、こんな感じです。おいしそう。これはうまいや。源助大根です。この源助大根はね、香川のね、固定種の大根なんですよ。ここで植えてますよ。でね、これはオーガニックレストラン、豊京オーガニックレストラン、洋画でも出てます。とっても美味しい、みずみずしくて。で、これはね、胃のジアスターデっていうのをね、作ってくれましてね、消化酵素がいっぱい出るのね。だから大根を食べると消化がどんどん進むんだね。皆さん食べましょう。うわー、子供みたいですよ。ほらほら、ほらほら、ほら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 、ほらほら、よし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 、よしよしって感じ。ここは豊系ナッパ圃場ですね。はい、からしな、チヂミな、わさびな、紫って水な、ベカな、そしてルッコラ、そして春菊。その奥には、そうだ、あれはね、九条人参だな。あ、じゃあ九条ネギだ。うん、そんな感じ。どう、皆さんね、いっぱいね、こういう緑の野菜がある。クロロフィルがいっぱいあるんだね。これはね、すごいうまいんですよ。私もね、よくつまんで食べますけど。うん、このね、チヂミなだけど美味しい。なんかちょっと小松菜っぽいね。美味しいです。いやー、ね、エンドウ、サンエンドウやね、そら豆やね、いっぱいあります。ここは、これはこう、ブロッコリー類ですね。ここは興奮してこれから植えます。じゃがいもかな、ここは。はい、A 面が見えます。鶴川も見ます。あそこはね、富士山なんだけどね、見えません。残念。あ、気持ちいいな、春だ。おっと、その手には乗らないぞ。お茶もできてます。ここは豊家の椎茸、製造、原木で作ってありますね。ほらほら、テカ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 ね、できてますね。取りましょう。椎茸なんかみんな出してないっていうのもあるかもしれないけどね、もっといっぱい作って出してあげたいよね。でもね、美味しいんだな、実はこれが。それでは椎茸を取ります。おー、パキ、メリです、メリ。ほら、すごいメリでした、メリ。パク、あー、こんななっちゃった。すごい、なんか肉厚でさ、いいけど、ちょっと雨が降ってないからね、割と硬いです。でもなんか美味しそうでしょ。うん、いい匂い、椎茸の匂いですね。よいしょ、あ、すごい、はい、こんな感じです。もうやれ、このカニーノです。ここもやってくれ、ここもやってくれ、かいんだよ、ここ、ここ、はい、ここ、ここ、はい、わたわた、ここ、舐めたらダメ。
かしごろもかいの。ここかい。ここかい、ここかい、ここかい。わかった、ここかいんだな。舐めたらダメ、うん、舐めたらいけんって言ったじゃん。舐めたらダメ。舐めない。舐めない。